局地的な大雪により一部の道路は通行止めとなり、そう、もっとため息はつくんだ。寒さに対抗するには君が吐く二酸化炭素が必要だからね。僕の家が牢屋か何かみたいな言い方だね。さあ、元気を出して。楽しみにしていたことがなくなったのは辛いけど、この雪がいつまで続くかもわからない。いつまでもくよくよしていたら、せっかくの休みまで無駄になってしまうよ。楽しみにしていないなんて言ったっけ？僕はただそこまでひどい状況じゃないと思っているだけさ。誰もいなかったらパーティーはできないけど、ここには二人いるじゃないか。そんなに惜しいなら予定通りやろう。パーティーはすぐに始まるよ。たった一人のゲストさんは参加するかい？それよりまずは君が僕の手を離したら。確かに。じゃあデートということにしよう。大雪に閉じ込められた僕たちの小さなカーニバルに。どうせ僕たちしかいないんだから、どう言おうと誰も気にしないさ。それとも君には他にいい案があるのかい？じゃあ、今の僕がさっきよりもっと楽しくなっているのはわかる？ぼんやり見つめているのは真剣に考えているから？それとも酔ったから？このイチゴのケーキと合わせるためだったという可能性もあるんじゃない？それとも君の思う僕は全てを見通せる超人なのかな？この大雪すらも予知して事前に準備できるような。お酒は一旦ここまでにしよう。パーティーゲームをたくさん用意したんじゃなかったっけ？やらないの？ちなみに誰とダンスを練習したのか教えてくれる？今度練習相手が必要な時は息の合うパートナーを選んだ方がいい。君の想像通りのダンスパーティーになったかい？僕は想像通りだけどね。でもお酒を飲んだ直後にダンスをして気持ち悪くならなかった？
何がいい？甘い系？さっぱり系？ソーダもあるよ。お客様、お酒を飲んでも喉は潤いませんよ。酔いが回るのが早くなるだけです。はあ、お客様がお望みなら力を尽くしましょう。少々お待ちください。フルーツジュースのソーダ割りになります。利点は喉が潤って酔わないこと、欠点はアルコールを含まないことです。申し訳ございません。当店のバーテンダーは気まぐれでして。お口に合うといいのですが。では、どのような賠償をお望みですか？いいよ。じゃあ、お詫びのプレゼントとして僕をあげる。ねえ、開けてもいないのに断るなんてもったいないんじゃない？へえ、君はもう僕を知り尽くしているんだ。パンドラの箱の中身は開けられるまでわからないものだ。誰にもね。君がこのプレゼントを受け取ろうとしないのは怖いから？はぐれた子がいたのか。君は急に突拍子もないことをするから油断できない。僕も花もそんな手荒に扱うものじゃない。もっと優しくしてくれるかな。まあいいや、後でメンテナンスマニュアルをあげるよ。怪我？僕はそんなにやわじゃない。君にあげるんだから傷一つない最高の状態を保たないとね。まだ不安？それならどんな検査でも協力するよ。じっと見て検品でもしているの？心配しないで、開けたら返品はできないけど永久保証付きだ。
ネットで話題の古い脱出法さ、知らない？ちょうどいい。もう一ついいものをあげよう。そろそろ決まった。僕が欲しいかどうか。ふと気になってね。さっきのが君の本心なのか、それとも芝居なのか。そのまさかだけど。だったら正直に言ってほしい。君は僕のそばにいるのが楽しくて、僕が君を幸せにしているんだって。